この四条セカンドゴロ、バッターボックスは8番の吉川、伊藤智人の奪三振の記録は15、ワンストライクワンボール、あと1個でセントラルリーグの記録に並びます、ルーキーの伊藤智人、それも巨人戦です。2エンド1、さあドクター K、 あえて言いましょう、ヤクルトスワローズの伊藤智人、現在奪った三振が15、2エンド2、顔が締まってきました伊藤智人、さあ2エンド2、16個目の三振、セリーグタイ記録、伊藤智人、巨人ヤクルト11回戦。